ズバリズバリというか、今日はお孫さんが見えてますんで、ズバリの歌でございます。っていうのは、竹内幸三が戦争に取られて、おそらく筑波からだと思うんですけども、竹内幸三のお姉さんの幸さんに3番目の娘さんが生まれて、で、3番目の娘さん、生まれた姪っ子ですね、に竹内幸三が軍隊から送った、言葉です。これは詩というふうにしてないんですけど、でも僕はもうこれはもう詩としか思えなくて、曲をつけて、います。3人目の姪っ子さんに竹内幸三が送った人間のたった一つの務めという。じゃあいいでしょうか。曲はおなじみの曲ですけど、ワン、ツー、スリー、フォー。構造も数ヶ月後にはフィリピンに行ってしまったという、とつかの間の開口だったと思うんですけど、でも素晴らしい、無事と名誉と、なんていうのかな、開口ですよね、と思いました。大好きな話ですね。で、この詩は僕の大好きな小説家で、木内昇さんという人がいるんですね。木内昇さんもこの竹内幸三のこの言葉を取り上げてて、彼のことをすごく書いてくれてます。エッセイに書いてくれてるんですけど、それ大
大好きな。